国家記録です。昨日の相場解説なんですけども、105円の115を下回ったら、セルをかけていくよっていうふうなことを何度か申し上げました。ここでね、私も、セルでエントリーして、ちょっと深夜になったんですけども、いや、まあ、うまくいったなっていうんですよね。結局、104円の60、650ですね。基盤のところでイグジットタイマーかけてたんですけども、ヒットですね。利益確定してくれました。まあ、5万円ぐらいになったかなと思います。いやー、なんかね、久々の5万円がっていうかね、ここをずっとね、暗中模索でしたんで、今回みたいなはっきりとしたエントリーポイントを設定して、で、目標利益に達したっていうのはね、なかなか、快挙というか、まあ、非常に今難しい時期だと思ってたんで、やっとですね、レンジとブレイクアウト、こちらの方を、まあ、見ることができたなと思います。本来の私はね、こうしたいんですよ。やっぱり思いますけども、高い時間ですから順番に見ていって、で、どちらの方向に、セルの方に向かっているのか、バイの方に向かっているのかを、きちんとね、把握した上で、自信を持って、エントリーポイント、その今まで通り探していくと、まあ、高い勝率が取れるのかなと思いますし、あと、ロスカットラインでロスカットをされたんだったら、あと、それはね、自分の入れるべき、許容範囲なんで、それは、失敗ではないよってことね。まあ、自分自身にもう一回言い聞かせる時期だったなと思います。よくね、ロスカットがついたら、こう、へこんじゃう人もいますけども、ロスカットっていうのはまさに予想通り、ここまで、予想幅が広がったから、そこで予定通りに対応するよということで、一つの決断なんですよね。まあ、だからね、失敗という言い方ではないんですよ。失敗っていうのは、ロスカットラインを設けずに、ロスがずっと広がっていってしまったとかね、ロスカットラインを移動させてしまったんで、本来は少ないロスで済んでいたのに大きなロスを出してしまった。これは大失敗だと思うんですよね。だからやっぱりエントリーしたと同時にロスカットラインを設けて、リスクリワードを3.1、もしくは2.1の方がいますけどね。私の場合3.1で逆方向に設けて、3を取りに行くための1のリスクということを繰り返していけばいいのかなと思うんですよね。いや、今日はね、気持ちよく、イグジットできて、で、11月の今日は14日になりましたんで、もう相場も今日は明日とございませんのでね、落ち着いて枕を高く眠れるかなと思います。11月、このね、14日に来て初めてね、狙った通りの利益が大きく増えたかなと思っております。あとね、3回ぐらいこの5万勝ちを今月は狙って、20万プラスで終わりたいなと思いますけども、なかなかそうはいかないだろうなと。で、12月は勝負できるチャンスそんなにたくさんないんで、やっぱり11月が、基本的には私、ラストチャンス、FX の最後の1回かなと思いながら、心込めてやっていけるんです。場合によってはちょっとね、6等増やしても、今年は1000万をクリアしていきたいなと思います。まあ、これがね、結果的に600万勝ち終わっても別にいいなと思ってるんですよ。とりあえず、1000万を超えたっていう実績を今月、じゃあ今年はね、なんとか作っていきたいと思いますんで、まあ、その辺ですね。あと、FX の基礎講座、もうすぐ終わる方もいると思います。第2章の15話で、一応期末テストになりますね。それが終わったら今度は第3章に向かいます。第3章は、よりテクニカルを極めるための、魚語法をしっかりと解説していきますので、そちらの方もよろしくお願いします。結構簡単なことを普通に重ねても、こうね、毎日毎日送られてくると、重くのしかかってくると。だから、1日ごとに、しっかりとマスターしないといけないと思うんですよ。最初に FX の基礎講座の第1話から第2話を送られてきたときに、こんな簡単なことやらせるなよって感じた方ももしかしたらいるかもしれません。でも、今はね、この簡単なことに積み重ねも、ずーっと毎日繰り返していくと、かなりね、いや、もしかしたらこれは慣れていかないといけないのかもしれないというふうに思えるかもしれません。まあ、FX を学ぶって、こういう日々なんですよ。ということで、本日は以上です。